こうして震災からかなり時間は経っておりますが、それでも未だなおですね、この小さな南三陸の町に足を運んでいただけましたこと、本当にありがとうございます。私もこの町の生まれで、この町の育ちでございますので、一町民としても本当に皆様に支えられていて、助けていただいて、それはずっとあの日から続いていることをまた実感しております。宮城県南三陸町、ここに震災後からある活動に取り組んでいるホテルがあります。その活動とは、震災を風化させないための語り部バスの運行。その様子をご覧ください。ただいまから語り部バスの方出発してまいります。約1時間ほどになりますけども、皆様を直接南三陸町内、今日は静川地区一周してまいります。本当に静かな、私たちを毎日優しく包んでくれる海でございます。皆様、まあちょっと想像できないかもしれませんが、ここの湾、津波が引いてですね、半分海の底が見えました。皆さんに写真でこうお見せしてもですね、全部灰色なんですね。灰色が黒なんです。これ黒いのは全部海底の岩なんですね。これがホテルから湾を目開けて撮った写真になりますけども、本当に歩いて向こうの島まで歩いていけるんじゃないかと思ったぐらい波が引きました。でやってきた波はもちろん繰り返し、電信柱をはるかに超える波で、まあ、ホテルも海を目の前にしてますので、ちょうど皆様にお入りいただいた露天風呂、あそこの天井まで、天井近くまで来ております。ですから皆様が露天風呂に入って、下に海があったと思うんですけども、実はあの普段の高さから頭の上まで来たのが当時の津波でございます。右側に高野会館という結婚式でございますが、皆様ここも屋上まで波が到達しました。ただ屋上にいた方は助かりました。当日高齢者の方の芸能大会とりまして、327名あそこの屋上で助かりました。地震発生の時は閉会式をしてましたんで、その瞬間で帰るなっつってですね、あそこにいたスタッフがみんなおじいちゃんおばあちゃんを押し止めて屋上に上げたっていうのがあの場所です。ではバスは早速でございますが、防災対策庁舎、こちらをご案内したいと思います。ここは40名以上の尊い命が犠牲となってしまった場所です。カメラを持ちました。建物を撮るのは私は構わないと思ってます。ただ一つお願いするとすれば、やはりこの建物の前で記念撮影をしないでほしいなと思いますが、やはりたくさん見てます。現実はこうして3年3ヶ月、まあ、4年目を迎えておりますけども、もうとある方は風化どころか風化も終わったっていう言葉もおっしゃるぐらい、やっぱりいろんなことを忘れてしまっているような時間の経過があります。ただやはりこの建物の前で撮るのはふさわしくないなと思います。当日50名以上屋上にいて、たくさんの方が流されたわけですから。でもやっぱり現実的にはこの建物のバックに V サインしたりとか笑って撮ったりとか、そういう方は結構いらっしゃいます。だからこういったこともあえて申し上げなければいけないほど、やっぱり時間というのは経ってきてますので、やっぱり皆様にそういったことも知っていただければなと、思って今お願いをいたしました。それでは皆様が今立っているこの場所が南三陸町の役場があった場所でございます。この場所に今の自分と同じように、そして皆様と同じように、ここに命があって生きていましたから、だからやっぱりそれを感じることっていうのは、やっぱりここに来た方でないとできないことですから、ありがたいことかなと思ってます。語り部バスは1時間をかけ、南三陸町を一周しながら震災の記憶を戻し、そしてつないでいきます。皆さんちょっと強引ですが、観光という漢字逆さまに読んでみてください。光を見るんですね。観光は美味しいもの食べるのも、綺麗な景色見るのも、温泉入るのも観光ですけど、やっぱり光を見に来てほしいです。町の人の光、ボランティアの方が頑張ってる光、工事関係の方が毎日頑張ってる光がたくさんあります。見に来てほしいなって思いますし、何より一番の光は今私の目の前にいる皆様一人一人が私たちの希望の光です。なぜかというと、
ここにわざわざ足を運んでいただきました。南三陸の町にわざわざ足を運んでいただいて、変な言い方をするとお金も使っていただいて、見ていただいて、感じていただいて、伝えていただける、こんなに嬉しい光はありません。そんな光がもっともっと増えて、輪になってつながって、もっともっと広がっていけば、この町はもっともっと多くの方が賑わって、そして変えていく力が生まれて、本当に素敵な町に生まれ変わると確信してます。参加者は震災の記憶をどのように感じたのでしょうか。今日見て、やっぱこれでこのまま復興をされていくんだったら、早く復興してほしいなって願ってます。今のこう現状を見て、やっぱ少しでも自分にできることがあればなっていうふうには思いました。私来る時に主人にこういうのに参加してくるねって言ったら、まあ、やっぱりそういうのは聞かないとわからないこと、映像で年中テレビでは見ててもね、わからないことだし、生の声聞いたり、生の場所を見たりして、いろいろ感じることはありましたし、私もね、初めて今日街巡らせていただきましたけど、まだまだね、やっぱりこう仙台から来ましたけど、まだ我々できることがすごくあるんだなということで、思いましたので、語り部さんも最後言ってましたけどもね、また時間作って遊びに行きたいと思います。この形になってからは、まあ、4万から5万人ぐらいの方が多く利用されておりますし、まあ、さまざまな、携帯を含めると、まあ、おそらく10万人以上がそういったことをこう経験されているんですね。でそれがさらにまたいろんな広がりをこう見せていただいてますので、これはやっぱりやめるわけにいかないし、ますますやっぱり続けなくてはいけないと。ただ周囲の状況を見ると、どうしてもそのいわゆるその風化という問題があり、ものすごいその加速度を増して、どん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 忘れる方に向いてしまうわけですよね。ですからそれを風化させるなんていうこともありえません。本当に継続的に続けて、とにかく語り継ぐと。まあ、語り部いつまで続けるかは、やっぱり一人でも例えば震災の話聞きたいとか見たいとか、まあ、あとはやっぱりこの町に来てくる方が一人でもいらっしゃれば、語り部は続けていこうかなと思ってますし、子どもたちに一度でもいいので見ていただいて、やっぱりいろんなことを考えるきっかけになってほしいなっていうのは、やっぱり今一番思っていることかなと思いますね。テレビや新聞、インターネット、私たちはたくさんの情報を手に入れることができます。しかしそれだけでは伝えることができない、現地に足を運ばないと知ることができない記憶や現実が被災地にはあるのです。皆様に最後お願いします。玉入れので家族と手に入れてください。人の手ってやっぱりあったかいですから、この温かさずっと感じて元気でお過ごしください。あの時後悔しても遅かったのは、やっぱり亡くなった方の手に入れたってよと温まりませんでしたから、もう後悔しても遅かったです。やっぱりこの温かさって幸せなことですから、だから握り合って笑い合って、そしてまたこれから素敵な思い出たくさん作ってください。そしてまたいつか南三陸の変わったところ見に来ていただけたらなと思っております。